さあ、動画よしよし、いくぞ。動画最近僕の弟がヤバいんです。ハロー YouTube、 どうもヒカキンと最近です。ちょっとね、過呼吸入ってんだよね。そう、ただね、これね、うん、冗談じゃないんですよ。そうね、でも確かになってんだよ、ね、冗談じゃねえ冗談じゃねえって感じになってる。あのガチで過呼吸になってる時あるんですよね、うん、編集しながらあるし、そう、ほんとこの間ちょうど用事で実家に帰ったんですけど大丈夫かこいつと思ってやばいんじゃないの。それでなんかあの、うん、3日間ぐらい寝てなかった。寝てなかった、あのピークの時ちょうど寝起きんです。 See you next time 寝起きんです。まあいろいろこう動画の締め切りとか、そう、まあ、提出とかいろいろあるわけです。そう、3個、うん、3個ぐらい重なってた時で、うん、3日ぐらい寝なかったんですけど、ちょうどね過呼吸になってきて、うん、あのね、ちょっと数秒経つとねで起きたよしやろうじゃーって言って、まあ、お前キッ引っ叩いて顔をね激痛走るぐらい引っ叩いて、顔腫れるぐらい引っ叩いて やってましたあの時は確かにヤバかったね。そうね、まあ年齢も上がってきてるんだね我々。そうだね、ということなんですけど、まあ YouTuber はね、はい、最近忙しいね。ね、これ自分たちで言うとね、おいお前忙しいアピールすんなってなっちゃうけど、ね、いや忙しいアピールは別にね、あのすべきことじゃないと思うんですけど、まあありがたいことにね、忙しいと。みんなだもんね、別に僕らだけじゃないんですよ、まあ、そうそう、もちろんみんな言わない人もいっぱいいるけど、みんな忙しいで、ちょっと過呼吸菌がちょっとヤバいなと思って。結構ヤバい、結構ヤバいんで、景色灰色に見えてきてるぐらいヤバいかということで、あのちょっと疲れが来てると、ストレスが来てる、うん、忙しい、癒しがちょっと欲しいと思いまして、まあ最近だとハンドスピナーね、ハンドスピナーずっとそうこうやってるもんね。なんか最近動画で結構出てる民族民族だけが動画で撮るとさ、これ変に見えんだよね。ほら、わかるこれ、あの逆回転入ってくる、逆回転入ってくる、そうそうそう、普通に回ってんだけど、まあ今レンズで撮るまあこれ、それはいいんですけどまあこれに代わるもう一個ストレス解消グッズをね、僕が用意してまいりました。おお、うん、それを今日過呼吸菌にちょっとプレゼントしたいと思いまして、それがこちらリファアクティブブレインということなんですが、これね、なんかこうストレス解消になるらしいんだよね。へえ、うん、最初に値段言っとくとめっちゃ高くて1個2万円以上、高え、超高えんだよ超高えから、高級品。おめえ、2万あったら民族何個買えると思ってんだよ10個近く買えるよ民族、いや民族満足、そんな持てないでしょ大体だからそれぐらい、まあ、効果があるのかどうかね、実際ちょっと使ってみよう、ね、そう、うん、はい、で開けてみましょう。通りでね、箱がなんか高そうだと思ったんだよ。これ多分ね、あの美顔器とかいろいろ、あの美容関係のグッズを出してる会社かな、多分作ってる、うん、リファアクティブブレイン、アクティブブレインだからね、脳でしょ。あ、こういう開くんだ。あ、そうそうそう、すげえこれ、もう結婚指輪的な開き方だ。これこう来て、ちょっとやっとくか、やっとく、やっとく、練習しとけ。最高のシチュエーションでいこう。海辺だなこれ、海辺だな、なるほど、海辺か、海辺で夜だな、夜だな。実は君の好きな民族買ってきたんだよ。民族欲しいって言ってたじゃん。嬉しい嬉しい、ほら民族だ、民族すごいっしょ、すごいんだ。何これ、待って、これすごいんだよ。なんかこれあれじゃん、あのクラブの天井にぶら下がってるやつだよなんだっけあれ、ディスコみたいなやつだあれミラーボール、ミラーボール、ミラーボール、そうそうそう。何これ、すごいんだよこれ。何これお前、僕のやつね、実はね、あ、ちょっと色違うんだよ。へぇ、ほい、あ、ほら、え、あ、ホワイト&ブラック、あ、内側の話で、そう、内側、内側、ほんとだ。この銀の部分は一緒だけど、この奥の部分だ、奥が、も持ってみようか。そうだね、ちょっと出しましょう。これすごいんだ、なんだこれ、なんか電流とか流れないよねこれ。電流はない、そういうおもちゃではありません。電流世界一嫌いだから、ちゃんとしたやつだからこれ、はあ、すごいいいやつだからね。ほらほら、かっこいいよね。なんかサッカーボールみたいだけど。そうね、サッカーボールみたいに見えます、ね、なんかね、持ってる時点でちょっとへこんでんだよね。そう、これほんといいやつだから。電流流れたらリファ大嫌いになっちゃう。あ、ね、この人電流マジで嫌いなんだ。マジで嫌い、そういうんじゃないから。そうだ、オッケー、握ってみましょう。はい、せーの、怖えな。あ、ほらほら、ああ特殊な感覚、クリック感があるというか、プチプチプチってなって、なんかなんかボタンを押してるような。あ、もうこれのみなんだ。これのみです2万円。ただね、ちょっと複雑な動きしてて、あのね、まず、うん、まずね、分かったのが、
これがさ、プレステのスティックみたいにさ、そうそうそう、それそれ、これさ、横にもちょっと動くんだよね。そう、ほらほら、こういう風にスティック、ゲームのスティックみたいになってるの。ちょっとゲームスティックのように360度ちょっと動きながらもさらに押せるっていうね。そう、あ、ポーチついてる。あれ、ポーチじゃねえ、これ拭くやつだ。じゃあ編集をじゃあやってるとしましょう。はい、そして過呼吸になってくる、こうなってくる。そう、ってなるかな、これなるかなーっていう感じなんだけどまあ正直に言うとね、どうなのかなーとは思うよ、まあぶっちゃけ。うん、でも不思議な感覚ではあるね。あの、なかなか他にはない感覚だと思う。2万円は高いんじゃねって思っちゃうけどね。それはちょっと違う付け方で、過呼吸筋にかかるとちょっと違う付け方なんですけどこれ美顔器の方じゃないからね。最近なんか動画でブチギレ筋なこと多くて、あ、ブチギレ筋なんでいつも切れてくる。あの、やら絶対ヤバい人だと思うんで。音がすごい、多分使い方間違ってるけど。あ、でもほらね、悪くない悪くない悪くないでしょ、悪くない。なんか手のひらのこの感触が、うん、ね、過呼吸になってきたわ、過呼吸になってきたまあまだね、ちょっとちゃんと少しの期間使ってみないと分かんないと思うんで、うん、まあこの後ね、ちょっと使ってみようかなと思います、兄弟でね。なんか握り心地とか手触りとかすごくいい。うわ、いいよね、うん、確かに。だからこう、なんだろう、まあ編集デスクとか、まあ皆さんの仕事の机の横とかに置いとくと、ついこうやっちゃうかもしれないね。なんかね、これ握りながら片手でスマホのゲームやってたいから。あー、なるほどね。ほーん、ということでね、弟を助けた兄でした。これで少しでもね、ストレスが解消できたらいいなと思います。使うわ、ちょっと。あ、なんかずっとやってたら、うん、なんか今もやってる、なんか感覚が、船降りたら、まだ揺れてるみたいな。あー、わかる、なんかね、手がね、なんだろう、やめたのに、なんかプチプチしてるの、なんだろう。あー、確かに、だから手の感覚が研ぎ澄まされてくるのかもしれないね。もしかしたら、あれで1ヶ月ぐらいしたら、これなくても、もういらないよ、これ。そう、あー、感じるよ、これ。あー、もうドラゴンボールに来てるもん。それではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye. 主役は君なのさ。 Hey! YouTube YouTube Broadcast you a self yeah